渡辺くんが好きな女の子の方言に岐阜弁をあげていました。時を経て2020年、改めて渡辺くん好きな方言はどこの方言ですか？スノマの皆さん応援しとるもんで頑張ってね。めっちゃ好きやおもっと方言っぽく言ったらいい？スノマの皆さん応援しとるもんで頑張ってね。めっちゃ好きやお岐阜弁ということでどうですかこれについては。岐阜弁って岐阜弁ってあんま聞かんけどね。いや、なんか俺もね、この雑誌で言った記憶あるのよ、もちろん。いやね、僕のその同世代の男性の友人で、はい、岐阜出身の人がいて。あら、素晴らしい。でもなんかそのこれは岐阜弁って言っていいのかなっていう確信はないんだけど、ちょっとこうやっぱ関西、関西よりかのよりなのかな、やっぱね。俺は基本的にこう関西弁とかも好きなのすごく。ほんま？そうね。やっぱなんか面白くお話も聞こえるし、やっぱ確かにね、なんか明るいテンション。たまにこうきついって言う人もいるかもしれないけど、まあ人によってはね、俺はなんかポップで好きなんだけど、だから多分ね、こう岐阜弁言ったのかな。まあ、珍しいよな。いや、なんか岐阜弁っぽくちょっとなんか言ってあげてよ。なんとかもんで。なんとかもんで。今も岐阜弁が。好きなもんで合ってるか分かりませんけど、だからね、そう、工事の関西弁とかも結構コテコテじゃん。いや俺薄い方よ。いや、コテコテじゃん。いやいやいや、薄いよ。めちゃめちゃ薄ない？いやいや、めちゃめちゃ濃いでしょ。いやいや、テッサぐらい薄いよ俺。いやマジでめちゃめちゃ薄い。でもショッピーはね、めちゃめちゃ俺の大阪弁映んのよ。なんかね、真似したくなっちゃう。いや、めちゃめちゃ映ってんねん、すごいよ。やっぱね、いいなって思う。なるほどね。最近調べたのよ、あの関西ん自分の方言が人に移る理由って調べたよね。と思う、言ったっけこの話。移る理由、まあ、なんか音楽を聴いているような気持ちになる。違う、なんで移るかっていうと、その人の言葉をまあ聞いてるわけや、信頼してるらしい俺のことを信頼してんねんて。だから家でスマホ触ってる時に、ああショッピー俺のこと好きなんかとか思いながらな、思うわけですよ。いい関係性じゃないですか